高瀬山古墳高瀬山遺跡は、山形県佐賀江市の高瀬山一帯に広がる、旧石器時代から中世にかけての遺跡群である。遺跡内には、高瀬山古墳や四基の京塚が発見された、いい遺跡などがある。高瀬山遺跡は、最上川が、芋川峡谷から、村山盆地に注ぐ地点の断球場にあり、北を流れる佐賀江川の扇状地の南端にあたる。 遺跡東端の高瀬山は、飛行差20から30メートルで、標高122メートルの断層地類である。遺跡の東側標高112メートル地点の、断球上位面から、石人石器群などが発掘され、旧石器時代の遺物と考えられている。縄文時代に入ると、環状集落が営まれ、直径120メートルの範囲内に縦穴住居跡が37棟。 大型住居跡が12棟検出されている。縄文版期には水場以降2基が検出されている。古墳時代終末期の高瀬山古墳が所在する断旧円辺で古墳時代前期から中期とみられる法径集工房11基、円墳5基が検出されている。奈良時代平安時代の遺構が最も多く見られ縦穴住居跡、井戸、掘った手柱建物跡群などが検出されている。 おちいちょうじゃ遺跡、山条遺跡の建物を加えると2 3トルの調査範囲に途切れることなく続く大集落であった。中世に入ると高瀬山頂上付近から4基の京塚が発掘されている。高瀬山周辺は明治の頃から古墳や遺跡の存在が知られており、大正時代の調査で十数基の古墳群が確認された。しかし、 それらの古墳群はその後の開墾によりほとんど失われてしまう。昭和7年武道園の整備中に現れたせっかくから鉄製の自家刀が出土し、これを契機として発掘調査が行われることとなった。この時発見されたのが高瀬山古墳である。昭和55年高瀬山西側から温泉が湧き出したことを発端として周辺の開発が計画され、 それに伴って遺跡の分布調査が行われた。それまで2地点のみが知られていたが12地点で、移行遺物の集中地区が確認された。昭和57年高瀬山 J 遺跡が調査され、昭和59から61年高瀬山 BKL 遺跡が調査された。昭和62から63年山形県教育委員会が高瀬山 K 遺跡を調査した。 平成元年東北横断自動車道、坂田線建設が当地区に計画され、平成元年から4年に分布調査が行われた。その結果 1.6km にわたって、遺構や遺物が発見された加瀬山遺跡の範囲が拡大されることとなった。半径 5km の中に約40箇所の遺跡が分布する。旧石器時代の遺跡は6箇所、縄文時代の遺跡は、 劇的に増加し23箇所、弥生時代の遺跡は非常に少なく3箇所、古墳時代の遺跡は高瀬山遺跡以外ではほとんど見当たらない。なら、平安時代になると、再び増加し16箇所の遺跡が知られている。ありがとうございます。